今ですね、8章の終盤来ております。結構大事な局面で、これは双剣山なんだけど、姫召喚の儀式が主典道場によって行われようとしているところですよね。で、9章入ったらドンドロのクエストもできるから、そこもねやりたいなと思ってるんだけど、東の山頂に行こう。敵に見つからないように、敵に触れないように東の山頂を目指そう。ひもじゅうをかわしていく。サッカーでもそうだよね、こうフェイントかましながら避けていく。東の山へ向かいます。なんか主典道寺はですね、道結をちょうど、自分の手によって、まあ、殺したところなんですよね。道結が闇落ちしてしまって、空泣きに乗っ取られて、体を。これで、主典道寺が仕方なくね、とどめを刺したわけですけど。ふぃー。はいはいはい、ようやく山頂に来ました。姫覚醒の儀式。妖精剣5本すべて集めたら姫が覚醒するということで、みんな頑張ってね、集めたわけですよね。8章では白虎ともバトルして、白虎大レースを手にしたわけですけど、朱雀蒼天山を手に入れた時、春はいなかった。妖精剣手に入れて帰ろうと思ったらいきなり主典道者同期に襲われるんだもんな。過去を振り返っておるわけやけど。今、共闘してるもんね。甘っちょろいこと言うな。俺はただ姫に仕えているだけ。亡き道月の意志を継ぎ、鬼族の悲願を達成するためにも、ってことなんやけどね。道月先生、亡くなっちゃったんだよな。行きましょう。あまり時間がない。覚醒の儀式は主典道寺が行う。うん、夏目桃も妖魔界、そして人間界が空泣きによって、危ない状況だから、妖魔界を覚醒するって決めたんだよな。我、今ここに。5つの宝剣を用いて汝の魂を解き放たん。浮いてるもんね、剣が。偉大なる宝剣に宿りし5人の魔人よ、我が姫のもとへ集え。時は満ちた。今こそ長き眠りより目覚めよ。シカその剣を使うな。やってきたのがエンマ大王様。はあ、解き放たれた封印が。空だけの復活。スパッ。遅かったか。間に合わなかった。邪魔をするな。その剣では鹿は目覚めない。すべては空なきによる偽りの伝承だったのだ。デマだったんだ。空なきを復活させるわけにはいかん。エンマ大王が空なきに向かっていった。エンマ様。そしてエンマ大王と空泣きのバトル。これがアニメのオープニングだったっけ？ちゃうかったっけ？だが、まだだ。避け。無駄なこと。エンマブレードね。行くが、エンマ大王様が。待っていた。狙われる。超かっこいい。あらゆる世界。もう覚醒魔にならないとみたいな。私の思うがまま。海岸。マガング鬼滅炸裂。ダメだ、効かない。妖魔界の王ですら、もはや敵ではない。石化してしまったエンマ大王様。そんなエンマ様。これがアニメのオープニングの映像だったんだな。どうしたらいいんだ。そして九州第9章永遠の友達。 Forever Friends。 これ映画妖怪ウォッチ Forever Friends とかけたタイトルだよね。ぬらりひょん、ナイストン。エンマ様の気配がどの時代からも消えている。やばいじゃん。はあ、
そして今の妖魔界を支配している蛇王界や赤き光は集いし宿所と帝とイザナの王を束ねや絆の光が強くきらめく。あの予言に書かれた帝の王とはエンマ一族の古き呼び名。そんな貴様、そんな姫の力を全て取り戻すつもりであっただけなのに。ああ、エンマを消したソラナキの術の謎を解き明かし、再びエンマをこの世界に復活させる。エンマ様を消した暗黒妖術の謎と存在が消えるってやつ、俺たち見たことあると。確かに、ね、夏目とケイスケが消えかかったことあるよね。なんだと、うん、ああでこうで、ああでこうで。なるほど、うん、でも俺がフミちゃんに会ったら夏目さんもケイスケも元に戻れた。つまりどうしたらいいんだ。そうか、絆がキーワードとなっている。ああ、エンマ様が消えた理由考えてみるのも悪くないかも。おい、エンマの出世について、エンマ様の出世について大事なポイント。エンマさんは今から100年近く前、先代エンマ大王の孫としてお生まれになりました。しかしエンマ様のお父上も母上も私にはどうしても思い出せない。ん？どういうこと？それだけではない。エンマ様が生まれた日のことは何故かどれも記憶が曖昧。エンマ様が消えたから？ああ。私が確実に覚えているのは、あの日あの場所でエンマ武道会が行われていたということは。エンマ武道会？何？うん。知ってるも何も俺たちその大会に出るつもりなんだ。俺の母ちゃん、いつきの姉ちゃんの魂を奪ったや、エンマ大王の座も奪おうとしているとやつが、支援が、俺たちはそいつに勝って、魂を取り戻さなくちゃいけないと。これ映画の、やつと同じだよね。エンマ武道会があると。うん。エンマを心配する気持ちもわかるが、それだけに立ち向かう兵を集めよう。最終決戦が待っているな。エンマ大王の越権許可証、これでエンマ武道会になれる。とりあえずエンマ宮殿に入ることができると。頼んだぞ。これは妖怪探偵団が解決しないとね。ありがとう。の、おばば、その前にちょっと来なさい。心強い味方が来てくれたぞい。味方とは一体誰なのか。え、みんなびっくりすると思う心強い味方。マジ？おばばさん、俺たちの味方って。それはな、不動明王ボーイ、俺様だぜ。白虎の戦いなんて見なかったんだけど、また出てきてくれたんだ。これ仲間になるパターンやない？あの、ちょっといいかな、ちょっといいかな。当たり前なら召集さめ、不動明王様だぜ。妖精剣釣らなきゃ復活した、なぜ？俺が知るわけないじゃん。なるほど。よし、この流れ仲間になるよね。来ましたー、不動明ボーイ、不動明ボーイ、心強い。 ありがとう、よろしく。ボコボコにしてやるっつーな。うん、これこれこれやりたかったんだよな。どんどろどんどろ煮込む音は霞台の霧立神社の隣の屋敷からどんどろどんどろと何か煮込む音がずっと聞こえて不気味でしょうがない。誰か正体突き止めてってことで、これやりたい。どんどろのクエスト、妖怪ウォッチ1とかだったら裏ボスだよね。この辺が怪しい、ちっこいんだよね。ほんで妖怪ウォッチ4になると
本当はもっとめちゃめちゃでかい釜だと思うんだけど。ドンドロ発見。話しかけてみましょうわ。なら。どう。元気なさそう。おばばさんに聞いてみよう。おお。ドンドロじゃない。おばば何でもしている。知ってんのか。うん。ドンドロは古来より伝わる巨大な鎌の妖怪じゃ。大きな戦いが起こった時、戦場で散った妖怪たちの魂が集まり、生まれると言われておる。魂が集まっとると。ドンドロは古の妖怪、時代とともに徐々に力が失われて、なんでちっちゃいんかな。弱った体を休ませるために、この屋敷にたどり着いたんやなと、流れ着いた。なんとかならない?かわいそう。方法はなくはない。ドンドロ復活しないと。ドンドロの作り方そういう書物があるの。うん。要するに説明書みたいなの。ドンドロの取説みたいな。鎌に入れて煮込めばドンドロは復活するかも。あるんやこういうの。扱いには十分気をつけるんじゃ。たくさんの魂が混ざり合っている不安定な存在。そこにまた何かを加えるとなるとどんなことが起こるかわしにもわかれん。説明書を無視して好き勝手に物を入れるなど絶対やってはならんぞ。よいか絶対に説明書通りに作るんじゃぞってことだけど、これさ、例えば説明書通りに作らなかった場合どうなるのかだよね。妖怪の根の殻としてこけし3個ほど与える銀でできてるものが望ましい。これだから説明書通りにせんかったらドンドロはおぞましい姿になるのか暴走してしまうのかバグってしまうのか。とりあえず身代わり人形5個とか。なら、なら、よし。銀のこけしって言うてるけど、これを金のこけしにした場合どうなるのか。ドゥルドゥル、ドゥドゥルルー、なんか出てきたみたいな。ポポポー壊れ始めている。極上マグロ2個逆にくれんのかっていう。愛情天むすも3個、中継検知玉も。いろんなもの出てきたんすけど、手順書通りにやっちゃダメなんだな。と、甘い焼き菓子3個。甘い焼き菓子。まあ、大判焼きがいいんだろうと思うけど、例えば、まずい漢方をあげるとどうなる ?5。咳込むどんどろ。変なものを釜に入れちゃった。釜の中でなんか動いてるような。バトルになるってことな。なんか選択肢いろいろあるの面白いな。ドンドロの仲間なんかな。読み元帥なりがまマグロ丼。でもまあレベル90ぐらいの系立てなんで瞬殺はできるかなって思うけど、どう、結構強い。意外と読み元帥も強い。仲間になれるかな。昏睡してくれるかな。決まった。これずっと求めているもの、説明書通りじゃなくしていたらどうなるんだろう。危なかった。まさか釜の中妖怪出てくるなんて。面白い。他にもなんか出てくるのかな。次にやることは山盛りの極上の肉。極上の肉言うてますけど、ここはあえて魚をあげてみましょう。ブリの切り身5個。ゴー妖怪が出てくるか、アイテムが出てくるか、蛇が出るか、蛇が出るか、茶は、蛇が出るか、鬼が出るか、蛇が出るかだな。釜の中でなんか動いてる。妖怪が出てくる。バクロバヌッペプホフ。これでガブリエルか。一気に倒すぞ。いろんな妖怪の魂がドンドロの中に入ってるから、それが具現化して出てきてるってことかな。アイテムは特にありません。ゴホゴホの時がなんか妖怪出てくるのかもしれないな。出る出る。
最後にやることは、元気になったドンドロと命がけで遊んであげること。命がけ、ドロンドロンドロン。最後はバトルっていうことね。でもなんかアイテムちょうどいいやつあげたらめっちゃいろんなものもらえるんだな。妖怪が出てくるだけじゃなくて、経験値玉とかももらえるもんね。ドンドロさんサクッと倒しましょっと。経験値はドンドロ倒す経験値は312。ぼちぼち元気になったっぽいね。やるじゃないか、元気にしてやれるってことは。大変だったぜ。最初言っただろうが何が起こるかわからんと。でも元気になってよかったね。ドンドロのやつ、お主たちのことが気に入っているようでしょ。仲間になるのかな。愛らしい顔をしとるじゃろう。地道に相手をしてやればそのうち婚活ができるようになるかも。ドンドロとバトルしたら婚活できるようになるのか。昏睡して、昏睡して今ドロップするかもしれんってことか。経験値1000。とりあえずこれでドンドロのクエスト終了。なんかあれだよな、こうやって見ると何でだっけ、隣のトトロみたいなね。隣のトトロ